どうもー、テムシオでーす。さあ、今日もですね、大好きなゲームをやっていきたいと思います。ゲスト MC、絆の武田さんでーす。どうもよろしくお願いします。お願いします。今回もお世話になります。よろしくお願いします。そして今回もゲストの方来ていただいております。この方です。どうもよろしくお願いします。ケミストリー川端かなめです。どうも、はい、お願いします。そして今回もこの3人で、今回はこちらのゲームをやっていこうと思います。こちらです。どうぞ。ザ・キングオブファイターズ15をやります。人気格闘ゲームシリーズザ・キングオブファイターズの15作目となります。すごいね、 15! でそれを今回対戦したりちょっと協力したりしてやっていこうっていう感じなんですけども、まずお二人、格闘ゲームはどうですか？結構やってますか？格ゲーか、まあでも僕ら世代でいうとやっぱりストリートファイター、ね、はい、で育ったり、はい、鉄拳をやったりとかするんだけど。あ、鉄拳、はい、確かに、はい、僕もそれぐらいまでです。今回はあのアーケードコントローラーって言って、これね、これゲームセンターにあるやつなんですけど、ゲーセンですね。いますよね、ゲーセンで100円玉ここに並べてるやつ。あ何回戦うのっすよね。何回やんのって。それいつかクリアできるでしょっていう。ちょっと早速ちょっと対戦の方にしていきましょうか。おお、はい。まず最初の、対戦なんですけども、はい、手越さん VS 川端さんで、はい、ちょっと僕の方が実況させていただきます。なるほど、はい、まあ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 軽い練習しつつ、ちょっと一回条約結んで練習したらどうですか？ちょっと離れて一回、ちょっと離れて、ね、離れて一回ちょっと、まあ、時間もあると思うんですけど、ちょっと、はい、いやちょっと手越君腕太すぎるでしょ、これ。すごいなこれ。やばい、離れて一回、はい、あローね、あーミドルね、はい、あだからあ弱。さあそうそう、ちょっと時間ないで戦って、これこれ一緒か、いただいてもらえます。これが一緒で、はい、いきます。はい、あと40分なので行きましょう。おお、何なんすかそれ。うわ、でも手越さん強いっすね、はい、あ何今の、スラッシュキック必殺技です、あれ。はい、どうやって出したのか分かんないけど、はい、あと下のゲージがたまってくると超飛も使えますので、それも5つ。あ、いいっすね。何これ、何、はい、これ。うわ、格ゲーとは思えないぐらい渋い試合展開でしたね。技が分かんないんだもん。パンチとキックの渋すぎます、ちょっと試合展開が。技が違う違う、なんかスラッシュキック出てましたよ、手越さんも。なんかどうやったんですかね、スラッシュキック。どうやってやったんだろう、はい、でこれは川端さん勝ったのでライフこのままで、勝ち抜き戦になりますので、手越さんここで一回、おお、ちょっと待って、はい、いいですよ。うわ、まあ、まあまあちょっと食らっちゃいましたけど、まだ全然勝負は分かんないですね。分からないな、はい、どうやって出てるの、はい、みんな自分で技出せたのをつかめてないから、もう二度と出せないんですよね、あの一回出たきり。なんか分かんないな、ボタンが。これ何やってんの。何なんですか今の、何これ、はい、怒んないでください、怒んないでください、はい。おちょっと川さんの中、あっみたいな。いや嫌いなんですよ、あの動き。なんか勝手にやるんで、すっごい嫌いなんですよ。か弱いよ、か弱い、はい、か弱いよ、この子。手越さんがもう私3人目かもしれないですね。これ負けちゃうと負けですね。階級が違う、階級が、はい、でそれなんなんですか、川さん。このちょっともう一回いいですか、はい、これ、これ、これ見てください、これ、はい、これこれ嫌い。あ、なんか今んかアディオス、アディオスって言ってましたよ、アディオスアミゴ。何だったんですかね、はい、何なんですかね。いやでも、全然勝負わかんないですよ。え、なんだ、なんだ、なんだ、すごい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 、なんだ、なんだ、え、どうやって使ったの。川さん、川さん、全然わかんないです。え、超今超ヒーっぽかったっすよ。わあ。なんすかあれ。あの二人とも技出したと自分でびっくりするのやめてもらっていいですか。本当にわかんないです。二人ともなんか出たみたいな。何今の。止まんなかったっすよ。止まんなかった、すごかったっすよ。これ何。普通さコマンド見てから練習するよね。もうただこんな技のコマンドわかんないんだから。あんまないですよね、集められてやれよって言われるのが。そうそうコマンドぐらい普通攻略本とか昔でさえ見てやったよ、
よし。人じゃない人いました今。え？俺なんかほら恐竜いやつぶさん。バラエティに飛んだラインナップ。一人ハロウィン。はい。はい。はい。かぶりもんだったら出せないですねあれ。あどっちなんだろう。あらいやかぶりもんでしょ。ね、寝てるよこいつ俺のキャラクター善逸みたいなやつがいる善逸じゃんこいつあ確かに善逸だワッキャップワッキャップこれほんと見てるとワッキャ以外技がないですよね大技っていうのがもうワッキャワッキャもう強いな手越さんのキャラクターなんで今手越くん出たね出してじゃあワッキャまたワッキャワッキャじゃワッキャワッキャいやこのパッチャも出てるパッチャパッチャいやちょっとパッチャ食らってくださいよよしよしよしいやいやいやちょっとまさでそうな人が消えたんだよ背高っいや前髪長もうイオリもいるんで前髪長前髪長い確かに切った方がいいよそれ目入っちゃう赤月ですね目入っちゃうなんだこれうわ今のつらおーおーしゃーどうしたのよどうしたどうしたいや強いんですよそのキャラクターシンプルにいや強いな強いんですよ危ねえこのキャラクターすげえ強かったな俺の奥の手は次なんでマジっすか俺の奥の手見てください絶対強いじゃんおお前髪対恐竜前髪対恐竜二人とも赤ずきいいねこれいやこいつ出てくるかもしれないおパワー系だなパワーパワー押しなだけかもしれないこれもしかすると2人の技いや出したいもうほんとただのおお出たなんだよおやべこれデグノボーだ、はい、ほらまたさ俺マックス溜まってるんだけど出し方分かんねえんだよ確かにあれなんで俺すぐおいエロいなこのこの子セクシーですねエロいえ今何すか なんで今今何すかちょっと待ってください今のすごかったおいえおえ何強い強い強くないこのエロい巨乳のお姉ちゃん強いぞ強いうわ言葉選ばねこの巨乳のお姉ちゃん強い巨乳のおじさんの回じゃないですよこれ推定 G カップ推定 G カップのお姉ちゃん強いぞいやべえ X ジャパンぐらい組み上がってきたおほんとだトシさんだトシさんだもんこれくれないデビュー当時のトシさんデビュー当時のねこれデビュー当時のトシさんくれないだくれないのデビュー当初のエクシバンドエアバンドつけてエアバンド黒だおー出したライジンゲン出てますよなんだライジンゲンそんな強くないんじゃないそうなんですよリーチもねえし減らねえ減らねえうわ強いうわ強いなおわ強いテム君これ合ってるいやーありがとうトシさん違うウィナー X! 違うんですよ僕長年やってますけどこんなゲーム実況聞いたことないですよ解説技出せないんでみんな見た目を言うしかないっていう新しいですよこれないんですよ、はい、色とかね色もう見た目しかないですよ赤月とかいやこれでとりあえずまあまあ決ま、まあ、操作もある程度分かったと思うないわ全然分かってない適当にこうピロピロやってるだけだボタンをいや川端さんのあの奇跡あれなんだあれなんだいやあれは本当誰か教えてくださいちょっとあれを目指して、はいはい、これオンライン対戦あるんですよなるほどもうあの一チーム3人で分けてめちゃくちゃ面白いいいじゃないですかでいいす、ね、あのオンライン対戦でちょっと勝負を目指しましょう一つ確認なんだけど、はい、相手もコマンド分かんない人たちは来るのかしらこれはそんなわけないですちょっと真剣に勝ちましょう、はい、オッケー勝ちましょう勝ったらすごいですよ、はい、これ俺らに負けた人も結構辛いと思いますよ辛い辛いこんな技出せない人たちにボコボコにされるっていう、はい、いやそうですねやってやりますよ絶対この動画見てほしい負けたらあそうです、ね、負けた人たちどのレベルのやつらに負けたか、はい、あの日の試合はっていうねいきますかちょっとじゃあはい、はい簡単接点っていうのが1個ありまして、はい、近づいてもらって今適当に近づいてもらって、はいこのボタン4回ボボボって押してもらってオートコンボしてくれるので、はい、オートコンボしてくれるんでそこでおおすげえいやパルスでめっちゃ強いこんな一瞬じゃ無理よ
3分間発声の仕方習っただけで歌うまくなんないもん、うん、ならないこれはもうしょうがない、このビギナーズラックで勝ちにしかない、はい、そうですねじゃあ行きましょうよ、いきます、なんか緊張すんな、本当にボコしましょういや言葉が怖いんですよあのボコボコにしましょういや怖い怖い、相手が小学生だろうね、いやいやいや怖い怖い、教えてやんなきゃいけないんですよ、一緒なんだよやりづれ技出せない強さを。今いけるんじゃん。いやなんかさ、動きすぎるのすいません。確かに。正直。いいよ。はい、おお。ナイス。あこれ勝てんじゃない？いいよ。あやばい、やっぱ向こう技出してきますわ。大丈夫です。はい、落ち着いて。落ち着いて。落ち着いて。なんか分かんない。ヤンキーに絡まれてるみてえだ。信じて。信じて。練習の成果。見て見て。そんな練習してないんですよ。相手の見て。あ頭下げないよ、頭下げないよ、はい、あー、おでこで受けよう、おでこで受けよう、ちょっと距離取ろう、やばい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 、おでこで受けて、ちょっとおでこで受けて、うん、あーどうしたの、すげえ強い、すげえ強い、すげえ強い、どうしたの、すいません、なんで、でももうちょっとなんで、でもさ、もうちょっとなんで、俺がね、こいつを削る、でもさ、もうちょっとなんで、すいません、俺にこいつを、これ削れなかったらやばいかも、これさ、もうあと虫の、ちょっと虫、ちょっと回復して、ちょっと押せばいけるんで、俺にこいつを削ら、任せろ。ちょっと向こう動き変わってきたな、なんかやってんだこいつ、こいつ何でしたの最初、はい、見てたな、1ラウンド見てきたな、あ、行きます行きます、いけるよ、落ち着いて、手持ち押して、はい、いいよいいよ、見てるよ見てるよ見てて見てね見てる、ね、見てる、あ、ナイスナイス、もうほら枕で止めるから枕で、すいません、よよよ、あ、じゃあ大丈夫大丈夫、ガードしようガードしよう、はい、ガードしよう、はい、しよう、よいしょ、おっしゃ、おっといいね、掴んじゃおっか掴んじゃおっか掴んじゃおっか、はい、回るよ、おーい、川端さん、セコンドやってません、あれ格闘技、はい、セコンドやってますよ、しゃ、なんだこいつ、どうすかね、腕太いだけだよ、腕太いだけ、太い、腕太いだけよ、太いよ、昔の長渕剛さんみたいな、いやいや、だいぶ太いな、鍛えてんな、いや、これいけますよ、ほぼほぼ一緒なんで、いけ、落ち着いて、落ち着いて、見た目だけだよ、見た目だけ、見た目だけ、見た目だけ、大丈夫、これ、あ、ナイスナイス、あ、いた、これ、髪の毛掴んだ、クリーン、はい、よし、掴んじゃおっか、お、やばいやばいやばい、掴み方が分かんないよ、はいはい、気をつけて、大丈夫大丈夫、ついて、いくよ、いくよ、いく、あ、合わせてきた合わせてきた、デヴィス、そろそろ技出せる、技はね、でも一回だから技出せる、デヴィスさん、デヴィスさん、技、よっしゃ、言っとくよ、もう遊びはおしまいだからね、川端さんが出てくださるんだから、あ、トシさんじゃん、トシさん俺のトシさんじゃん、くれないくれないいいてくれない、なめんだわ、ホワ日本が誇る、はい、ロックバンドなめんなよ、初めて行ったライブ X ジャパンっすか、僕は、はい、いいじゃないですか、尊敬とリスペクトを込めて、はい、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、はい、いいっすよ、はい、もう何今の、今そのトシさんを今使ってるので、そうっすよ、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、はい、トシさん、今トシさん、ちょっと待ってください、トシさん、やばい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 、トシさん、トシさん、川端さん、トシさん、トシさん、あとやまりの連絡します。皆さん、ちょっと待って、ちょっと待って。はい、セコンドの方がいいな。ちょっといいか、作戦タイムいいですか。なんか先生、僕もいいですけど、ちょっと外野がひどすぎる。ゲームって楽しいですね。楽しいですね。はい。殴られてる人に向かって二人ともずっとトシさん、トシさんって言って。これギリギリ流せない配信になりますよ、その殴られてる人に向かって小声でトシさんトシさんって言ったら、ちょっと怖いな、範囲ありますか、範囲、はい、何がいけないかってやっぱ技が出せるこれにつきますこれですねこれそうです、もう技が出せない、技が出せないんだから、この色気でいきます、いいよ、あ、いいまたいいね、いいね、いいね、うわー、はい、ほらー、よし、見えてきた、カリナビをしたい、カリナビをしたい、カラーしたのは僕です、カラーしたのは僕です、上手だな、ボッコボコにされてますよ、はい、これをやるとみんなこうなっちゃう、みんなこうなっちゃう、こういう風になっちゃう、全然